牧野こよみです。はい、久しぶりだね。はい、ありがとうございますよかったです、元気でいらして。すいません、ご迷惑とご心配とおかけさした。いえいえ、所存でございます。久しぶりなんで、すいません、ほんと久しぶりに喋るんで、はい、気持ちも切り替えられてない、全然ペパプリに慣れてないっていう感じなんですけどちょっとね、ミス、今日こそステファニーをちゃんと入れるっていう。フレアさん、ステファニーは、はい、もう記憶ないと思うんですけど、うん、ステファニーはもう二度と来ないんです。もう来ないのあいつも来ないの。もう来ないです。もうダメ。もう組織はもう多分ね、入れてあげたことに関してはもう多分もういいと思います。あ、そうなんだ。で、我々やっと知らない世界線に来ただけです。あ、なるほど、はい、あ、そうか、戻ってやり直して、はい、こっからまたそうです、スタート。はい、オッケー、頑張っていこう。在来配属いけ。はい、頑張っていきましょう。12月8日、ね、はい、あ、なんかいろいろあるけど、これ邪魔だから置いといてもらって。これ何なんでしたっけ。なんかペナントでしょ。これ何、鍵、何謎の鍵。おじいちゃんくれたんだっけ。あれコインだったよね。いや、これそうそう、これ初めてだよね。なんか、え、なんか書いてない。あれだね。あ、ほんと武器。これ武器、うん、あ、待って、侵入者を妨害すると手当が支給される。はいはいはい、命中しなかった場合は掌握の手当。え、侵あ、やっぱそうなんだ、うん、武器使用規定、鍵穴にキーを差し込み武器を解錠。解錠、あー、なるほどね。これで開けるんだ。うんうんうん、銃を選び狙いを定め。それ、うちらが撃つんですか。閉めてない。ねえ、また閉めてない。そうやって、もうやめてや。え、じゃあこれ どこにあるのこれっていうか、その武器のね、それが ね、鍵穴ってどこ出てくんのかな。出てくんのか。やっていくとえ、めっちゃ怖くない。え、めっちゃ怖いっていうかさ、え、うちらやってないときに誰かやってるこれちょっと進んでる。ええ、こっからです。こっから、こっから合ってる。はい、合ってます。マジ大丈夫です。行く、行きましょう。いや、行く、行きましょう。行くよ、頑張ろう。えいやっさー、あ、いやっさー、いやっさー、いやっさー。あの、おじじよ、おじじよ、おじじよ、銃に拘束したの。はい、そうなの。ありがとうございます。手当てと、あ、爆弾、あ、部品が売った分、あ、あ、ロー、ローに行っちゃう。あ、違う、違うの、シャマロ、今日で最後だ。あんたの家に金を置いていく、2日に一度夜に寄るよ。え、押しちゃっていいの。いいよ。なんで金くれたのこの人。ありがとうございます。と、とりあえず、地図、アルソスクですね、オーベクボナもありますね、レンディフォルマもありますね、108、107あってますね、うん、女性ですね、うんうんうん、合ってますかね、うん、で、そうですね、え、もう怖いなぁ。はい、え、これ、あ、押した。怖いで、怖いでしかない、もう、なんか信用できない自分を。そう、忘れちゃってっから。戻ってきました、戻ってきましたよ。え、エンジニアに会いました。4件問い合わせがありました。3人が土木エンジニアでした。使えない、機械が分かる人が欲しい。え、なんかくれた。え、手伝ってくれてありがとう。全然いいよ。あ、全然いいよ、お金くれたし。オーベクボーナ、まあまあ、うん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 、いらっしゃいませ。あざし、おかえりなさい。あざした。はい、おい、めちゃくちゃある。もう嫌になっちゃうね。なっちゃう、仕事半年。おい、あ、あ、違う、ない。え、え、え、待って、え、なになになに、これじゃない、これじゃない、これじゃない、あ、これ OK？ どうしたの、どうしたの、ど、当てた。もう合ってるかどうかは分からん。どうしたの、どうしたの、どうしたの。え、あ、精密狙撃聞いてやって。あ、よかったんだ。合ってるんだ。え、なに、今なに、どうしたの、逃げようとしたここ、なんか密入国しようとしたんだよ、無理やり。あー、で、撃ったんだ。撃った、見て、おー、貯金がそうねできております。あざーす、よかった、素晴らしい。いや、ちょっとね、あ、オッケー、頑張っていこう。グレスティンで事件、警備体制の甘さ露呈。グレスティンはうちら知りませんだよね。 あそこが検問所がグレスティン検問あ、職場でございます知りませんですよね、職場でございます。なんか来た ね、あ、違うおじじになった。誰よ、もしかして。いや、いつものじゃない人、ね、ニルスクから来たんだってな。そうなんすか、
僕もニルスク出身だが 何年も帰ってない、相変わらずドブのような場所さ。母そうだろうな、僕もひどい思い出しかない。僕はサギウセルジュ、さあさあさあ、なんかあーボスボスボスって呼んじゃった。シルエットで、はい、書類、はいはいはい、はい、復興衝撃、国境、ね、国境衝撃、え、全然出れて経過国あらず。今さっきのやつはあのここじゃないらしいです。この人たちがやったわけじゃない。あ、オッケー、過激派がなんかやってると。はい、正体不明の過激派の仕業、はい、組織は腐敗した権力中枢を、おわ、一番下だけ読んでください。何ですか、過激派追跡のためになんじゃらは交差ウィンが交差ウィン今日到着、今日交差に入るってことで、今日来ますね。でも罪なき者巻き込まないそうなんで、はい、やっぱり今日です。え、なんかあ、またよくわからんの来たぞ。え、これまた、え、なにこれ、続きましょう、続きましょう。え、だって誰が来るとかも、え、なんか押しやったらわかんじゃない、やったらわかんじゃない、わかんないけど、わかんないかな。だからなんか間違ったやつ持ってきたやつだけ見ればいいんじゃないですか。いや、これそうじゃね。え、あ、一緒、あ、すみません、綱は含まれないみたいな、綱含まれないんだ、難しいな。観光でしたよね、観光でしたね。あ、でもね、グレートラグレートラってありました、あった、絶対あります、これはなんか覚えてるわ。手芸モヒカンかな、ね、あれモヒカンって言う、そこ紛らわしいよね。え、あ、待って、閉めたい。見てるけどこれで出してよかろうものなのかみたいな、まあ本当に。いや、待って、これ違う、これ待って、あ、待って、こういうことか。何、あ、え、しすごくない？でもすごい？え、すごい。やっぱ、え、すごいね。来た！すごーい！赤のものは大した脅威じゃない。赤のもの。なんでもない。いや、ちゃんと言ってから言ってや。こっち理解。あ、すいません。インス。チスチスチス。インスインスよ。チスチスチス。インス。有効期限。違うやん。。ピコ。ダメ。あのさ、今日まで来れなかったって言われちゃうとさ、あの拘束もできないから手当てももらえるの。おー、なんか、あ、すっきり頭ナイス、すっきり頭ナイス、来たね、来たぞ、起きたくなります。あれ、なんて日だみたいな感じ。なんて日だみたいな感じ、ね、なんだこれって分かるだろうが。誕生日2日後なんだって、うん、息子。あ、じゃあ誕生日プレゼントあげたいね。そうだね、そのためにはやっぱね、やっぱ、あ、うん、でもこれやっぱりちゃんと、てかこれってもらっていいの？でもこれ無理だもんね。あ、ほんとだ、うん、もらうしかない、強制だ、うん、じゃあ行きましょう。え、待って、最高都市間の批判の影響にあり、審査手順に変更が生じた。あ、ジャーナリストや。おお、あいつか、あいつ拒否自由の多いコンピュータ無人と拒否、あ、なるほどね。あ、じゃあ拒否するときは、うん、スタンプ押さないとダメ、絶対。はい、だからやること増えました、書類。はい、あれ見ないとダメです。あ、待って、パスポートない、大事な大事なパスポートが、パスポートないね。あ、出てくる。あ、おー、で、あ、押し、あ、おー、押すんだ、で、どっちも押すんだ。こうで、これ拒否どういう理由で、このスタンプ通りです、すいませんね。ふーんって、すいません、こちらもね、やりとうないんですやべえ、嫌われたわ、静かな人だと思ったらね、クソだな、最後に立派なもんね。あ、違いますね。おお、お客様、はい、おー、しゃっかな、仕事してるねー、キュンじゃない、なんか割と早い気がしますね、うん、いいね、ちょっともう一回打ちたいけどね。ちょっともう一回これ使いたい。
すごい調子よくない？いい ね、いい感じ。何事もないね。思い出してきた、あの頃の記憶。名前、あ、待って、あ、うてー急に走り出すね。いや、ビビるわ、マジで。あ、試合切りる本日の待ち合わせ、病気の、あ、息子は薬を必要としてる。明日は息子の誕生日だ。高級クレヨンセット、へえ、かわいい。買ってやるよ。顔、うん、でも暖房は削るね。しょうがない、しょうがない、うん、大丈夫よ、うん、と、もう転居しなければ大丈夫。そう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 、贅沢しなければ大丈夫だから。お金も貯まってるし。そうよ、 OK、 行きましょう。はい。いや、でも今日良かったんでは。よ、なんかめちゃくちゃ良かったよ ね。最初ちょっとさ、久しぶりすぎて通しまくっちゃったけどね、これ誰かやってたみたいな感じだったけどね。記憶がね、良かった、記憶が蘇ってきて、今日は特に何もなくだね、うんうん、はい、何もなかったっす。良かった、無事に。いや、息子にもプレゼントあげれてよかったわー。ねえ、てかこういうイベントもあるんだね。ね、進めればね。息子の喜ぶ顔が見たいね。早く見たいわー。ここにキャッキャって出てきたら、ね、面白いのに、ね、キャッキャッ、ありが、お父さんありがとうみたいな。私たちのこと書いてほしいね、このクレヨンね。でね、こう書いて。よかったです。はい。そしたらまた次回もね、この調子で頑張っていきたいと思います。はい、今日の動画良かったと思ってくださった方は、いいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の検問所でお会いしましょう。バイ。